からのグッドナイトマンデーアフタートーク。はい、というわけで皆さんこんばんは、しのぶえ神楽部演奏者の秋吉沙羅です。この動画では FM 西東京から毎週月曜日夜10時半からお届けしております、ラジオ番組秋吉沙羅のグッドナイトマンデーのアフタートークお届けしております。ラジオ放送まだお聞きでない方はぜひ動画概要欄の URL から番組のブログラジオライブラリ、ラジオブログライブラリーにてお聞きいただけたらと思います。さて、2023年9月、今月のゲストは、じゃじゃーん、木村あきこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あきこさんのご職業は、バースドゥーラっていうものなんですけど、このドゥーラってまだ日本ではあんまり聞き馴染みのない言葉なんですけど、そのドゥーラっていうものについていろいろ歴史も含めですね、はい、お話を伺いました。もう大学とかでも講義とかいっぱいされてる方なのでお話すっごく上手で、すごい本当に勉強になる時間だったので、皆さんぜひラジオの方もね、まだ聞いてなかったらぜひぜひ聞いていただきたいなと思うんですけれどもね、はい、本当にこのバースドゥーラっていうお仕事が日本だけじゃなく世界中でももっともっと知られてね、いくとなんかお産っていうものがもっと良くなるんじゃないかなって、そうですね、なんか本当になんか今日は強く思うそんな時間でございます。はい。本当にお産するって一番意識の高速道路に入るっていう言い方をね、フランス人の産婦人科医のミシェル・オダー博士が話してるんですけれども、女性にとって意識変容が起きて、本当に一番自分の叶えたかった未来とかも引き寄せていくようなすごいパワフルな時だと私は思ってるんですよ。その通りのことをミシェル・オダーン博士が言ってるっていうわけではなくて、はい、ミシェル・オダーン博士はそのトランセンデンスな状態、変性意識状態になる、その意識の高速道路に入っていくことがすごいパワフルなことであると、人生の中でこんなに素晴らしいライフイベントが女性の体に起きるのに、そこをあらかじめブロックしてしまうとかね、それは計画無痛分娩とかなんですけれども、もちろんトラウマティックなことが過去にあってそれを思い出しちゃう PTSD 抱えてるよっていう方にはすごく必要な処置だと思うんですけれども、もしこれからこれを聞いてくださってる方でこの先産むかもしれないっていう方がいらしたらば、ぜひね、お産っていうのは、そのお痛みっていうのは実はその喜びにいざなってくれる大切なサインだよっていう、それを楽しみにしていてほしいですし、それをあらかじめね、もうないものとしてしまう、お薬の力だけに頼ってしまうのではなくて、もったいないですよ本当に。ね、あきこさんはお二人のお子さんがいらっしゃって、皆さんちょっと信じられないかもしれないんですけど、大学生のお子さんもいらっしゃって、ちょっとこう美しすぎて、私なんかもう最初娘さんと一緒にお会いしてるんですけど、私最初に本当にもう冗談とかじゃなくてご兄弟かと思ってたぐらい、見てくださいこのピカピカのお肌、あきこさんもう美しすぎて私びっくりしちゃってるんですけどはい。それを言うなら、私は沙羅ちゃんのことを本当に舞台で輝いてて、私は今産んできましたっていう顔で、すごい体験だったんです皆さん聞いてくださいっていうお話をね、舞台の上でもう演奏の前にね、こんないい体験をしたこの私、生まれ変わった私を聞いてくださいみたいな感じで演奏されてるのを見て、こんな美しい素敵な若いお母さんいらっしゃるんだと思って大感激してで、そこからのご縁だったんですけど、実はその木馬亭に行こうよって誘ってくれたのは私の祖母なんですね、母の母なんですけれども、5人の子供たちをつるんと家のお家でね、助産師さん、お産婆さんに支えられて産んだ、そんな祖母が木馬亭に毎年行っていて、で沙羅さんの演奏も初めてではなくて、私その沙羅さんが赤ちゃん産む前の沙羅さんの演奏も聞いてますので、だからもう本当に祖母がつないでくれた。でまたその同じ祖母が私が最初の子供をね、もう20年近く前に家で産むよって話をしたら、周りはみんな「危ないからやめなさい」っていう中で「あ、いいんじゃないの?」って、私も5人の子供つるんつるんって産んだから、あなただってお家でちゃんと産めればよって言って、本当本当に励ましてくれて支えてくれて、私の体をね、こうまるで女神を扱うように、その寿って福体って犬の日の安産を願ってね、書いて自分のその朱の色のインクがなかったので、自分の口紅を使って、うん、祖母がね、私のお腹にその安産を祈願して字を書いてくれて、でかっこいい。そう、本当神社仏閣とかその宗教とかそういう枠を超えて、やっぱり女性の体って本当素晴らしい可能性を秘めたご身体じゃないですか。本当そうですよね。で、しめ縄でね締めて、例えばもうご神木をこう崇高なものとしてね扱ってくるように、私たちもうちょっと日々の暮らしの中で自分たちの体を癒すとか敬うってことをもっとライフスタイルに自然に取り込めていったら、多分妊娠前から私たちは自分の体のことをもっとお伺い立てて、どこで産んだらいいとか、このお薬私飲んでも平気とか打っても大丈夫とか、自分に対してこうお伺いを立てて、内なる直感に従ってこう選択していける女性が増えていくと思うんですよ。で、そのためには今温故知新、やっぱり今出回っている最新の情報で、これがいいですあれがいいですっていうケアではなくって、何が面々と受け継がれてきたのか、どういったものだったらば長続きしていくんだろう、サステナブルなんだろうって、ただ単にこうなんかビジネスモデルとして SDGs ってありますけど、そうではなくって本当の意味の、もう命が面々とつながってきたんだから、その系譜に私たちもただ乗りさせていただくだけなんだから、何か新しい情報を仕入れてくるのではなくて、もうすでに内なるものを大切に生きていきたいって、そういう女性が一人でも増えていったらいいですよね。本当ね、地球が良くなるわって感じがしますけどね。本当に楽しみですよね。もう楽しみしかない、そういう赤ちゃんたちが。もう私自身も1人目をクリニックで産んで、2人目を自宅で出産して、自宅で出産するってこんなに楽でいいのって、本当に2時間ぐらいしか陣痛もなくて、でなんかあれよあれよという間に、私水中出産した方ね、お風呂の中でプルンと産んだんですけど、本当に時間がね短くて、全部がつるんつるんで、で生まれた赤ちゃんも自分がね出たように出てきたらしいんですよ、どうも。なので出てお水から出してあげた瞬間、あーって大きい声で一回声を出した。その後ね、非常に穏やかな顔をしてね、本当に泣かないんですよ。丸一日ぐらい泣かなくて、これ大丈夫かな、泣かなすぎるんじゃないかなって心配になったぐらい泣かなくて、穏やかに本当に幸せそうに過ごしてるんですよね。やっぱりそれって、なんかお互いに、子供も幸せだったし、私もこんなお産ができて最高だったしっていう、これをねどうにかして伝えたいなって。で、私は一人目産んだ時やっぱ知らなかったんですよ。あきこさんはどうももう一人目産む前から相当いろんなこと調べて、いろんなことご存知だったみたいなんですけど、私ぽよんぽよんと生きてましたから何も知らないでね、クリニックはここいいところあるなって、もう本当にいい先生だったんですけど、やっぱりでも。自宅で産むとかね、お風呂で産むとかね、キールだのキランだのね、そういうこと知らなかったのでね。知らないですよ、手に入らない情報だから、なかなか求めないと入らないのね、今の時代って、本当にね自分から取っていかないと情報拾えない時代だからちょっとでもそうやって違いが分かったんだから、もうこれは1回目のお産体験があってこその今のサラさんなので、本当にこう言葉に説得力がありますよね。ありがとうございます。経験しましたのでね、私もね、違いが分かる。なんでちょっとそういったこともね、私は伝えたいなと思ってたところに、もうすごいいろんなお話しされているこのあきこさんと出会えて、本当に嬉しいなと思っておる次第なんです。しかもあきこさん海外生活20年もされた上に、7カ国8都市でも実際の生活をされてて、各国のいろんなお産も本当に見られてきてる方なんですよね。はい。お一人目はどこで産んだんですか？一人目は日本でした。日本人の助産師さん、素晴らしい方がいらしてね、倉嶋先生とおっしゃって、今もう引退されてらっしゃるんですけれども、とっても素敵な遠因保護の技術を、もうまさにこんなに美しく和紙のようにすいてこう透けていくんだなっていう、自分の体の一部がこんなに美しく待ってもらえればこんなに綺麗に伸びるんだなって。そして縮むんだなっていうのを見たので、やっぱり日本の助産の技能職だなって、そのすごいなと思ってます。だからこういう今ね聞いてくださってる見てくださってる方、超ラッキーだと思うんですよ。超ラッキーだと思うんですよ。やっぱり女性の体すごい可能性を秘めているので、やっぱりそこを医療に全部委ねてしまう前に、まず自分の持ってる可能性をしっかりと引き出してくれる人とつながる、それが現代においては地域で開業してくださっている開業助産師さんたちなんですね。なのでどうしても勤務助産師の方だと自分の思ってるケアができなくってねとかいうお声を聞くんですよ。で、産み場所もどんどん減ってる中で、できればね、私は地域で小さくてもいいから頑張って勇気を出してできればね、大変だと思うんです。食卓医問題とかさまざまなね、社会的に見てもまだまだシステムがちゃんと開業しやすくは整ってないので、でもなんとかこうやって私たちのようにこの先の未来ももう健やかに、できるだけもう未知なるお薬を体に取り入れることなく、赤ちゃんを産んでいきたいって本当に決めている、そういうお母さんたちがいるので、ぜひ聞いてくださっている方にね、もし助産師の資格ある方いたらね、ぜひぜひ開業も視野に入れてこれからのことを考えていっていただけたらと思いますし、そういう時にはさらちゃんも私もいくらでも、宣伝しますよ。宣伝しますし、いや私もね実は今回その自宅で産んで、で助産師さんのお仕事って素晴らしいなって思いすぎてやって、私できれば助産師っていうお仕事をしたかったなって思うぐらい、今笛吹いてるんで、今から勉強してなるにはちょっと遅すぎるんですけど、でも次の人生でね、そういったことを、次の次でもいいですけど生まれ変わりの中でやりたいなってすごく思うぐらい、すごくいい仕事だなって思いました。でもね、さらちゃんのね、演奏を聞いてる方、生でぜひねほんと聞きに来ていただきたいんですけれども、完全に消化体開くお仕事されているので、音でやっぱりわっとクリアリングしてくれる、意識をカッとね開いてくれるっていう仕事をしているさらちゃんなので、やっぱりそれは赤ちゃんを産むっていうことに直結していくような気がするんです。そういう覚醒した意識で、例えば糸を染みながらお相手とまぐわって素晴らしい命を生み出すことがその日の夜起こるかもしれないし、さらちゃんの曲を聴きながらねとか、だから何か直接的でなくっても命を育むっていう中で大きな役割を担ってさらちゃんは活動しているので、もうそんな次世代のためになることをすでにそんな来世まで待たなくてももう行ってるって私は思ってます。ちょっとできてますかね。ありがとうございます。それを聞いてちょっと安心、嬉しいんですけれども、私すごくね、さっきも言ったんですけど、このあきこさんが美しすぎて、この美しさはどこから来てるのかなっていうのがすっごく気になって私聞いたんですよ。ちょっともう一回聞いてみます。どうしてですか？なんだっけ、なんて答えてた。いやでもその時は、自宅出産をね、したからだと思いますって言ってた。そうか、そうに答えたと思います。それでやっぱりご自身でこの選んで産んだっていうことが、その自信にもつながるし、美しさになっているっていう認識を勝手に持ってますけど、それですごく、だってさらちゃんだってこうやって包丁一本じゃないけど、本当に笛一本刺して世界中どこでも飛べる、もう本当にすごいじゃないですか。実力があってね、度胸があって。でお産とかはそういうもの全部すべてをマネージングするような、なんかハイヤーセルフにつながるようなっていう、ちょっとスピ系入ったような言葉を使うとみんな「えっ?」ってなっちゃうかもしれないですけれども、そのぐらい大歓迎です。でもそのぐらいね、やっぱり深い体験じゃないですか。充足感をね、味わえる。だからそこに向けて自分を整えていこうとすると、やっぱりどうしても自分にって内観することはすごい大事になってくる。そうすると自分を見つめていくってことは、自分がちょっと居心地よくないなと思うことはすぐ調整するようになるわけですよ、自分のために。だから妊婦さんの時から本当だったら自分で自分を整えることって大事。髪の毛触れてみるとか、肌に触れてみるとか、自分の肌にね触れてみて、乾いてるんだなとか、潤ってるんだなとかって知ってみることもすごい自分を知ることになるし、そこにちょっともしかしたらこのお香を炊いてみたいとか、こんなオイルで自分を触れてみたいとか、自分ではないと思っている自分がつつっぽになるっていう感じじゃないですか、自分を整えていくってことって。だからなんとなく自分を手放していくに近い。誰かに褒められたと仮にもし、まあそんな褒められることでも、もし仮に褒められたとしたら、ありがとうございますって素直に言えちゃうし、でも自分であって自分じゃない感覚、自分、そんな感覚ですよね。だからそういうご身体として自分を扱ったり、自分の内側にまだ読まれていなかった埋蔵経が発見されて、それを一日一日読ませていただくような気持ちだったら、多分何かをするとか乗っけるとか切るとか貼るとか、そういう次元じゃない次元の美しさっていうものは、多分本当の美しさだと思うんです。それは多分みんな持っている、男性も持っていらっしゃるし、女性も私たちみんな持ってるんですよね、そのビューティーってね。で、なんかもう気づくかどうかじゃないです、結局。そうですよね。だから変人だ、よく変人だって言われてきてるんで、めっちゃほらこういうタイプなんで変人だって言われてきて育ってきてるし、家庭でも「もうおかしな子が来ちゃったね」じゃないけど、本当に感覚がおかしい人なのでっていう、まあ今回のね人生ではそれを体験したくてこういうことやってるんですけど、赤ちゃんとつながりたいですし、そうやってこれから生みゆく器を持っているすごいその聖なる女性たちにも使えさせていただきたいし、そういう思いっていうのはやっぱり私一人の美しさではなくて、こう宇宙の美しさなんじゃないんですか。それにサラちゃんが響いてるから、私のことをたまたまなんか美しく感じられる。だから波長の問題だと思うんですよ、美しさを感じる。私もサラちゃん綺麗だと思うから、多分これってね、そういうことですよね。そういうことなのかしらで私はいつも感じます。面白い。あ、それでですね、この番組の後半はですね、ゲストの方から私、秋吉沙羅への質問を何か一ついただきまして、お答えをしております。あきこさんから私に何か聞きたいことがありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。はい。沙羅ちゃん、素敵なお産されて、本当に素晴らしい体験だったと思います。はい。お産中に、もうこれ以上生きめないとかいう時に、これだったら食べられるかもみたいな感じで、こう用意したものとかあれば教えてください。それがですね、私がお世話になった星野優子先生ですね、このラジオにもお越しいただきましたけれども、星野優子先生がですね、何がいいかってやっぱり研究されてるんですよね、先生も。それで一番いいのが黒糖のお塩が入った砂糖。あれがすごいエネルギーにも一瞬でなるし、食べやすいし、すごくいいっていう風におっしゃったのと、もう一つがおむすび。二つ用意しとくように言われて、で私はその陣痛がなんとなく来てんだか来てないんだかよくわかんない中、おむす土鍋でご飯を炊いて、おむすび自分で作って、それでそれも用意しといて置いといたんですけど、私陣痛が2時間しかなくて、でまあさすがに前の日にちょっと出てなかったから、私これ便秘かしらねとか思って、で便秘でお腹痛いのか陣痛なのか分かんなかったんですよ、私実は。それでそのぐらいだったけど、様子がおかしいから呼ぼうよと家族に言われて、で星野先生呼んで、先生がまあ1時間ぐらいのうちに来てくださって、で先生がバーってこう心音とかね、こうなんかお腹につけて測って、つけたと思ったら一瞬で離して「早くお風呂行かないともう出る!」って言われて、でだから先生来て、もう赤ちゃん生まれたのがやっぱ1時間かかったかかかんないかなんで、2時間ぐらいのうちでもう生まれちゃった感じなんですよ。なんで結局そういったものを食べる暇がなかったんですけれども、たくさんおむすび用意しといたんで、産んだ後お腹すいたなでバクバクおむすびを食べたりはしました。はい。そうなんです。いや私実は今朝黒糖お塩のね。はい。食べてきたんです。あ、そうですか。あれ美味しいですよね。そう、フライトでインドネシアのブミセハットっていう自然分娩を扱っている40年ぐらいのもう本当素晴らしい産院があるんですよ。ここにあるブミセハットっていうインドネシアの産院にまあ見学に行ってきて、で10日ぶりに帰ってきたんですね。で日付がもう今日になっちゃってて夜中に帰ってきたんですけど、そこのハードな旅の中で。いやきっと黒糖は役に立つだろうなと思って、私も目白バースクリニックの星野先生のまさか知らなかった。でもさらちゃんがそれがね、はいはい、それは先生が用意しておいた方がいいよって言われたんで、品を用意してですね、すぐにネットで買って、はい、自宅に置いといて、はい、美味しいです。あれは別に妊娠中食べてもいいと思うし、あんまり食べ過ぎると良くないのかな、分かんないけど、うんでも産後も普通にで、子供も気に入って「これ美味しい」とか言いながら、で程よく塩も入ってるじゃないですか。それもまたいいって星野先生がおっしゃってて、はい。そう、塩も私ね、今もこのバッグの中にヒマラヤンロックソルトとか、まあ何でもいいんだけど岩塩の塊いつも持ってペロペロ舐めてる。私も今塩がここに入ってて、私はクリスマス島のミネラルがすごいやつ、本当に自然でミネラルができるのって日本だとやっぱ取れないんですよね。なんだけど、そのクリスマス島のちょっとかなりミネラルが高くて、それをあきこさんに後であげようと思って持ってきてるんで、はい。Q さんにもあげようと思って持ってきてるなんですけどだってね、すごいミネラルが高いから、疲れた、ペロリ、元気みたいな感じ。わかる。本当にそうだよね。そうなんですよ。不思議だよね。不思議ですね、お塩ってやっぱり必要なものなんでしょうね。やっぱミネラルもいっぱい入ってるといいんじゃないかなって。すごく絶対にこれは本当に塩分ね、なんか WHO は1日すごく下げて何グラムとかって言ってるみたいですけど、ちゃんと1グラムなんかじゃ人死んじゃいますのでね、しっかりと塩分補給しながら暮らしていって、本当ですよね。お味噌舐めたりお塩舐めたりって大事だなと思ってます。じゃないと元気出ないですよね。出ない出ない。まだ9月も暑い日も結構ありますし、はい、皆さんもう WHO が言ってることもね、どうか自分の頭で考えた方がいいですよね。これもね、本当にもはやもうだいぶ気がついた方も多いと思いますけどね。いまだに今の時点でね、オーソリティに自分の自由を投げ出してしまって、私もフランスにいたので、日本に帰ってくるまで直前まで、昨年までパリに住んでたんですけど、もうパリはひどかったんですよ。この QR が入ってない人は、3回住んでない人は仕事はできないとか、カフェに入れない、映画館に行けない、レストランでご飯食べられない、ギャラリーに行けないみたいにね、すごく散々皆さんフランス人は日本人よりも立ち上がりましたのでね、毎週末毎週末しっかりデモはありましたよ。でそれは全然そのアグレッシブではなく、本当に政府との対話の場を設けたいっていう思いで、もう国民が立ち上がってたんですよね。だから今も多分もうそのまま毎週末やってると思います、彼らのことだから。でそういうもう本当に気概ある魂っていうか、本当にこれおかしいことはおかしいってきちんと言うタイミングが日本は今なんですよ。だからこういう、私はお産のことですけれども、同じように今回のお注射っていうのもね、なぞらえることできますよね。これがいいからこうしましょう、ああしましょうって言って、気がついたらまな板の上の恋になってるっていう点で、なんかいろんなことにつながっていく気が本当にしちゃいますよね。やっぱ自分の頭で考えたり感じる、もう一番腹の底で感じるっていうのを投げ出してしまうと、思うツボと言いますかね、そういったことになるのかなっていうのは非常に感じるとこですよね。と後ろにも投げかけてみると素晴らしいね。はい、という感じであっという間に、終わりの時間が近づいてきたんですけれども、短い時間でございましたが、今月の秋吉沙羅のグッドナイトマンデーアフタートークはこの辺でお開きにしたいと思います。最後にいくつかお知らせをしたいと思います。実はあきこさんね、ここにずらずらって今ここ本がいっぱい並んでて、例えばこれ医療系の雑誌とかですね、いろんなところにコラム書かれたりですとか、インタビュー受けたりとか、本当いろんなことされてるんですけれども、そのあきこさんがですね、最近出る本が、アロマトピアっていうですね、フレグランスジャーナルっていう会社が出しているアロマトピアっていう本の中で、そちらに記事を、よもぎに関する記事を書かれています。それからベジーっていうですね、これは日本で一番大きいプラントベーストっていう植物性のものでっていう、はい、ビーガンだったりベジタリアンだったりの方々が結構ね、はい、読者層がしっかりある雑誌です、はい、こちらの雑誌でもインタビューを受けて、はい、載っているということで、もう各地でですね、今講演会とかも依頼がめっちゃ来てて、日本に来た途端もうどんどん有名になってる、さすがあきこさんって感じなんですけれども、はい、よろしくお願いします。皆さんぜひ見てください。そして私、こちらにちょっとさりげなく置いてたんですけれども、はい、今月末ですね、9月29日なんですけれども、太鼓と笛ということでですね、サウンドアークというプロジェクトを今回開始したいと思います。こちらはですね、第1回目といたしまして、和太鼓奏者の、大田正樹さんと、そして私と、生音でですね、皆さん、本当さっきから言ってるんですけど、その自分の頭で考えて、感じて、もう全身で感じてっていうところに、どんどんなんか、こう切り離したりとか、もう遠くさせられているこの現代社会をいかにそっちに戻していくかっていうのを音でもなんかできるんじゃないかなっていう気がずっとしてて、っていうのは自分の演奏聴いて懐かしい気持ちになる人っていうのが、その20代であっても30代であってもすごく昔から多いんですよね。それ何なんだろうと思った時に、聞いたことがあるわけじゃないのにそう思う気持ちって何だろうと思った時に、やっぱりそこにあるのは昔からその私たちの身近にあった音だから、そのDNA とか何かよくわかんないんですけど、そういったものに触れた時に懐かしさだったり、なんか自分はなんかしなくちゃいけない気持ちになりましたとか、そういうこと言われる方も多いんですけど、なんかあるんじゃないかなって、私がじゃなくて、そのこの楽器が持っている音色の中になんか秘密が隠されてんじゃないかなっていうのを思って、生音でその全身でそういったものを感じてもらう時間を作りたいなと思って、で第1回目がそのサウンドアークプロジェクトをお寺で、本堂で生音でということで、やります。9月29日金曜日、夜の6時半からですねスタートいたします。ちょっと面白いトークもいろいろ織り交ぜながら、おたわさんとお届けします。もう第2弾第3弾といろいろ考えておりますので、ね、もう民族楽器というところに特化しながら、ちょっとこのイベント、プロジェクトを進めていきたいなと思っております。皆さんのね、眠っている魂、眠っているどっかパーツがもしかしたらまだいっぱいあるかもしれませんので、その中の1個でも2個でもちょっとスイッチオンですね。村上、さんの話、はい、じゃないですけども、ね、村上さんも私実は会ったことがあってですね、すごく素敵な方なんですよ。奥様も一緒にお会いしたんですが、本当に素晴らしい方で、まあ、そのスイッチオンもね、どんどんもうなくなられて本当に悲しいんですけど、スイッチオンのね仕事を私も私なりにできたらいいなっていうのも感じてまして、そういった活動に今後していきたいと思っておりますので、ぜひ第1回目、記念すべき第1回なので皆さん遊びに来てもらえたらと思っております。というわけで今回はバースドゥーラの木村あきこさんをお迎えいたしました。本当にありがとうございました。さらちゃんありがとうございました。バイバイ。